はいっす、アガミンです。ということで突然なんですけど、皆さんってティア表っていう存在を知ってますか？なんか最近ね、ネットで流行ってるんですよ。このティア表っていうのに、そのなんか VTuber だったりとか、なんかそのゲームのキャラをね、こうなんか当てはめてって、まあ、ティア分けというかね、ランキングを作るみたいな、そういうなんか、まあ、差別ですよね、言ってしまえば。まあ、今回はですね、自分の顔面でティア分けランキングをちょっと作っていこうかなと思いまして。はい。というのもですね、僕ってなんか、顔出しをするたびになんか顔が変わるって言われてるんですよ。まあ、そんな僕だからこそ、このなんだろうな、自分のなんか、乱数がね、いい日と悪い日のなんか、顔面でティア分けランキング作れるんじゃないかなと思って。ちょっと今回はね、もうほんと狂った企画なんですけれど、自分の顔面にランキングをつけていくっていう企画やっていきたいと思います。さよう。いや、素直に謝罪です。まあ、どうやるかっていうと、このなんかね、下の画像を動かせるんですよ。まあ、例えばこれだったら、まあ、イケメンだから S かな、みたいな。こんな感じで、どんどんね、この顔面についてのなんか、裏のエピソードとかも話しながら、まあ、ちょっと、顔面のティア分けランキングやっていきたいと思います。じゃあ、まず早速なんですけど、まあ、これですよね、まず、右上のこの顔面からティア分けしていくんですけど、まあもちろんこれ言わずもがなというか、まあ一応 S に入れさせてもらいたいなと思います。じゃあまあ早速ティア分けに入っていきましょうか。まあまず1個目がこのね、アスナの服を着てる僕の顔面なんですけれど、これ確か僕のなんか垢抜け企画の時にね、撮った動画なんで、まあ垢抜け前なんですよ、これ。そう、垢抜ける前なんで、まあちょっともちろんこれが S とか A を取ってしまうと、まあ本末転倒かなと思うんで、まあそうですね、垢抜け前っていうこともあって、ただやはりこの捨てきれない、まあこの目の大きさ。これ加工してないからね。はい、その辺のなんかネットのね、顔面虚言癖加工女とかとは、わけが違うんで、やっぱ素材で勝負しに行ってるんで、まあ素材でこの目の大きさ、これっていうのは評価に値するかなと思うんで、まあ C ぐらいかな。うん。じゃあ次2個目いきますか。2個目これね、多分ドリームマッチの時の、写真なんですけど、会場のスタッフがこう、化粧してくれたんで、まあ実質これ加工しちゃってるんで、まあその加工してるっていうのがちょっとマイナス評価の部分ではあるんですけれど、まあでもやはりね、この大会に向けてちゃんと散髪も行ってるんで、まあちょっと爽やか系でいいかなと思うんで、まあ一応、まあちょっと甘めの評価で今回 B に、ちょっと入れさせていただこうかなと思います。じゃあ続いてですね、続いてこちらなんですが、これはあれですね、カサゴが2匹、あ、間違えた、右がカサゴかなって左が僕なんですけど、はい、右のカサゴかなりこれ大物取れたんで、ね、大きな口も開いて目も大きく開いてて、うわー、釣られちゃったっていう顔してるんですけど、まあ左が一応僕なんですけど、まあこの小顔だったりとか、まああと横顔なんでね、これ僕横顔結構イケメンって言われるんで、まあ小顔かつ、この右のカサゴによって左の僕が結構この小顔効果出てると思うんで、まあこれ A かな。うん。じゃあ続いて4枚目ですね。4枚目、これは中学時代の写真かな。すっごい可愛い笑顔だよね。やっぱ中学時代っていうのもあって。できないもん今こんな笑顔。これもう できてないもん多分。この純粋無垢なね。だってこの時まだ僕オナニーも知りませんから、その性の喜びをまだ知る前の笑顔っていうのはすごい純粋でいいなっていうのもあるんで、ただやっぱちょっとキモいかな顔が。うん、前髪もキモいし、なんか鼻の穴もでかいして、まあちょっと満足できない部分があるんで、本当申し訳ないですけど、一応これは今回真面目なランキングなんでね、ちょっと C に入れさせていただこうかなと思います。はい、じゃあ続いて5個目。おおおお、これまたすごいの来ましたね。5個目、まあこれはですね、開幕プレデターランクをやってて、もう6日間ぐらい連続でもう耐久配信やってて、6日間の確か睡眠時間が合計で5、6時間でね、もうこれ決まっちゃってるね。ちなみにこの後風呂入らずにお冬行きましたからね、これで。まあでもなんだろうな、この写真って結構俺その思い入れがあって、やっぱその開幕ランクを寝ずに頑張ってたっていう、そのなんだろうな、こう思い出のね、赤が詰まってるんですよ。だからこれ確かに赤入りしてます。はい、赤入りしてる画像であるんですけど、まあそのやっぱ赤入りとその素敵な思い出っていうのは紙一重だと思ってるんですよ。そう、どちらかが欠けちゃいけない。やっぱその赤入りが欠けてもいけないし、思い出が欠けてもいけない。なんでやっぱこれはもう千年に一度のイケメンが、まあそうですね、これ C で。うん。これブサイクなんで C 入れますね。じゃあ6枚目いきましょうか。おほほ。
またすごいの来ましたね。これもう口のなんか笑ってる角度バグってるもんな、マジで。これあれかな、確かなんかランクやっててハイドにぶっ殺された直後に撮った写真なんで、ちょっとあの手がねよろしくないポーズしてるんで、まあこれちょっとコミュニティガイドラインにも違反してるっていうのも含めて、まあちょっと C かな。じゃあ次7枚目いきましょうか。まあそうですね、 C で。うん、じゃあ次、8枚目いきましょう。はい、まあ、これあれですね、就活の前の僕ですね。うん、なんかあの、クレヨンしんちゃんのなんか園長先生とか、なんかキザルとか呼ばれてるんですけど、キザルじゃねえから殺すぞ、マジで。なんかね、俺ってその昔からそうなんだけど、その数年に一度とんでもない低卵数を引き当てる年があるのよ。なんか今年俺不細工だな、みたいな。その数年に一度訪れる低卵数の年を、あの就活の直前に引いてしまうっていう。まあもちろん就活はあの前者落ちたんで、まあ問答無用のこれ D ですね。はい、じゃあ次行きますか。あ、これあれですね、そうですね、射精する瞬間じゃない、間違えた、あれですね、風呂上がり気持ちいいっていう顔してる時ですね。なんかさ、これ難しいよね。これをイケメンだっていう人もいれば、なんかブサイクだっていう人もいそうじゃん。そう、なんだろうな、人によってはこれなんかね、すごいイケメンって言ってくれる人いそうなんですけど、まあ、世間一般的にはまあブサイクって言われてしまうのかなっていうのも思うんで、まあ、ちょっとわからないっていう、そのなんだろうな、潜在的能力も込みでの、まあちょっと B ランク。はい、さあ続いて、お来ましたね、これあのオフパコの潜在写真ですね。はい、あのオフパコの潜在写真って何かっていうと、まあ、俺ってもともと顔出しをね昔はしてなかったんで、まあ、その視聴者にね、うわこの子可愛いなっていう女の子とかがいた時に、まあ、オフパコに誘いたいわけですよ。でも相手からしたら俺の顔が分かんないから怖いわけじゃん。ってなったら俺としてもそのね誠意を持って、こういう顔だよっていうのを送らなきゃいけないんだけど、まあ、そのオフパコしたい相手に送ってた写真なんで、これあのオフパコの潜在写真って呼んでますね。はい、まあこれ問答無用の S でいいんじゃないですか。はい、まあ、そのオフパコの潜在写真にもなったっていう、その経歴込みでのちょっと S ランクいかせていただきます。はい、じゃあ次いきますか。お、これあれですね、フェニックス一族の血を継承してる俺ですね。フェニックス赤メインって言うんですけど、これすごいね、この時なんか髪長いな、だいぶ、まあ、さっきのねこのキザルに近い感じなんですけど、かなりなんかこれ真ん中の髪だってうんこのてっぺんみたいになってるでしょこれ。まあでもね、これね、その髪型がちょっとセンスなかっただけで、この時って結構俺イケメンなんですよ、ちゃんとセットしたら。そう、ちゃんとセットしたらイケメンだったよっていうのも込みで、でもまあ C かな。うん、おー、続いてこれはあれですね、フェンネルの時の写真ですね。いや懐かしいな、ほんと。よく俺みたいなオブツがフェンネルっていうね、でかい e スポーツチームに入れたなって思うんですけど、まあ、この時はね、やっぱりその、ちゃんと e スポーツのチームに所属したっていうのもあって、まあ、身だしなみもね、整えなきゃいけないなっていう、その美意識みたいのも、まあ、多少はあったんで。まあ、でも、これはさすがに S いっていいんじゃないかな。これと比べたら S でしょ、いくらなんでも。はい、次もこれまだフェンネルの時代ですね。これ後ろあのフェンネルのね、なんかオフィスの壁で撮ってるんだけど、まあ e スポーツチームに入っててね、ちゃんとなんだろう、そのモテたいなとか、まあ俺ってイケメンだよなみたいな、まあそういう感情があった時代なので、まあこれ A ぐらい言っていいでしょ。うん、普通にこれイケメンだと思う。じゃあ次ですね、次これ高校時代ですね。これは高校3年ぐらいの時の俺かな。これあの場所確かね、ディズニーランドのなんだっけな、あのスペースマウンテンかなんかの、あの行く前のエレベーターの写真なんだけど、まあなんでこのポーズにしてるのか謎なんだけど、まあ高校時代ね、俺イケメンだったと思うんだよね結構。うん、これあの一応高校時代なんだけど、なんで俺高校時代モテなかったのか謎なんですけど、まあそうね、高3のこの若さだったりとか、若さゆえのこの顔から溢れる自信、そういうのも込めて、まあ B は上げていいんじゃないかなっていうことで、これ B にランクインさせていただきます。さあ次ですね、次ちょっとこれなんかインスタのストーリーから引っ張ってきたんで、すごい画質悪いんですけど、まあ刺激を求めすぎた男ということで、なんか俺の高校ね、ほんと頭おかしいんだけど、
お互いがうんこしてるところの写真を撮ってなんか SNS に上げるみたいなチキンレースが流行ってて、その時にこれ俺が多分撮られたやつだね。まあ、この写真は俺がねうんこをしているところを撮られたっていうところなんだけど、まあでもねこの学生ならではのこの笑顔っていうのも込みでまあ B ランク上げていいんじゃないかな。はい、じゃあ次ですね。次はこれこの前の初音さんとのツーショットかな。まあなんかその時のね俺が結構イケメンだなみたいな感じでなんか言われてたんですよ、リプランで。赤メインイケメンで草みたいな。まあ俺はそんな自分のことイケメンだとかそんな思ってはないですけど、まあなんかどうやら世間一般的に見るとね僕はそのイケメンらしいんで、まあでもまあ僕はそんな思わないんでね、これ謙遜の A。 うん、で次ですね。次、まあ、僕の彼女なんですけど、まあ、これちょ SS ランクがないんで、まあ、一応 S にはさせていただくんですけど、ちょ SS ランクないかな、 ないですね、SS ランクは。まあ、ちょ S で。はい、じゃあ最後ですね。最後はこれあれですね。これも APEX の大会かな。この右にいるのが僕の実況者の友達の、名前なんだったかな、ロコックさん。うん、確かロコックさんって方なんですけど、まあ、その僕の実況者友達と出た大会のね写真なんですけど、まあ、この時の俺ね、なんかこの写真の俺なんかがちょっと年上の女子に好かれそうというか、うん、なんか20代中盤ぐらいのね僕の女性リスナーになんか可愛いみたいな感じで言ってもらえそうなね可愛い顔してるんで、まあ、これ A 上げていいんじゃないかな。うん、でまあ一応最後はまあ一応 D で、うい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回ですね、自分の顔面のティア表ランキング作ってみたということでやっていったんですけれど、まあ、なかなか新鮮で面白かったんじゃないかなって思います。ということで今回は僕の顔面は S ティア、視聴者のチーギューのみんなは D ティアということでやっていきました。ご視聴ありがとうございました。また次回にお会いしましょう。バイバイ。